泥で覆われた河川敷の野球場。ここは新日高町の静内川。茶色くなった川の水はそのまま流れ出し、海を濁らせていました。大雨から一夜、道内各地で今も影響が続いています。大量の土砂が流れ込んだ国道274号、日照峠。上空から見ると茶色い山肌がむき出しに。復旧のめどは立たず、今も通行止めです。これを受けて道東道の一部区間が通行無料となっています。冠水から一夜明け、街中には至る所に泥が残されています。観測史上最も多い雨となった道南の今金町、住民は朝から泥かきに追われました。郊外へ抜けると、澄んだ空の下に青々と生い茂る田んぼが広がっていますが、こちらの水田、一見すると普通に見えるんですが、穂や葉っぱを見てみますと、このように泥がついています。すべて出荷はできないということです。今金町は道南一の米どころ。収穫目前での被害でした。本当に予想だにしなかった。この場所で70年近く米作りをする山本豊さん。水田も農機具も水没しました。仕方がないでしょうって言うけど、仕方がないだけじゃ、明日生活が大変だもの。1年間かけてね、一生懸命さあ、いよいよ収穫だぞっていう時期なのに。特産のジャガイモも泥に埋もれ、全容をつかむにはまだ時間がかかりそうです。先週に続き道内を襲った大雨、各地ですでに平年の8月1ヶ月分を超える雨の量となっています。なぜこの夏道内はこんなに雨が多いのでしょうか。今年の夏は北海道付近に前線が停滞しているため、雨の日が多くなっているんです。前線というのは高気圧と高気圧の間にできるんですが、今年はこの2つの高気圧の力が拮抗していて、前線がなかなか動くことができずに、北海道付近をうろうろする状態が続いています。さらに今年は1回で降る雨の量も多いのが特徴です。雨の元となる水蒸気の量が多くなっているんです。南の高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込んでくるんですが、高気圧が動かない分、本州では記録的な猛暑になっています。東京では猛暑日が観測史上最も多い16日もあったんです。暑さのせいで海水温も平年より高くなっていて、海からも湿った空気が補給されて雨雲が発達しやすくなっているんです。乾杯。この夏の雨の影響はこんなところにも。昨日の雨から一転、よく晴れた札幌大通公園です。ビアガーデンの会場、日の当たる席にも昼過ぎからお客さん、ビールを楽しんでいらっしゃいます。今日が最終日となった札幌大通公園のビアガーデン。オープン前、スタッフが追われていたのはテーブルにたまった雨水をかき出す作業です。外に出てる席は全部やることになるので大変ですね。3年ぶりの通常開催で客足に期待が高まっていましたが、降り続いた雨の影響は大きかったようです。雨の日はどうしてもテントの中でのご案内になってしまいます。そうしますとですね、半分以下ということがまず大前提の中でのスタートになりますので、最後にふさわしい天気で、スタッフ一同頑張ってまたお客様のご来店の方をお待ちしておりますね。